そしてテスだからシンデレラを攻撃表示で召喚シンデレラの特殊効果によりカボチャの場所を守備表示で特殊召喚さらにデッキから装備魔法ガラスの靴を発動な、何あのねカボチャの馬車が場にあるときシンデレラは相手プレイヤーにダイレクトアタックをすることができるんだよ。何ですって？シンデレラでプレイヤーにダイレクトアタックガラスのキス。さらにシンデレラが攻撃に成功したときガラスの靴を相手モンスターへ装備することができる。どういうこと？ガラスの靴を履いたモンスターはねシンデレラを攻撃することができなくなってしまうんだ。それに攻撃力も1000ポイント下がっちゃうんだよ。そんな。そして森の狼でエメラルドドラゴンへ攻撃あのねガラスの靴を装備したモンスターが破壊されたときガラスの靴は再びシンデレラへ装備されるんだ。その際シンデレラの攻撃力は1000ポイントアップするんだよ。カードを1枚伏せ